今朝のこの時間は、鎌倉女子大学教授医師の木下博一さんにお話を聞きます。木下先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まずは、マイナ保険証に関するアンケート調査の結果、こちらからご紹介します。マイナンバーカードと一体化した健康保険証、マイナ保険証について、埼玉県保険医協会が開業医を対象に行ったアンケート調査で、オンラインで保険資格を確認する。 システムを導入した開業員の7割が患者情報が表示されないなどのトラブルを経験していることが分かりましたオンラインで保険資格を確認するシステムの導入経過措置が設けられたものの原則として今年4月から医療機関の義務となりましたで今回の調査の結果このシステムを運用していると回答したのが72%このうち70%でトラブルがあったというんですねトラブルの内容 患者情報が表示されない受付の時の混雑システム障害などだったといいますでオンラインで保健資格を確認するシステム埼玉新都心ジャガークリニックでは患者の情報が表示されないこういうトラブル起きたことありますかあの埼玉新都心ジャガーククリニックでは、ええ マイナ保険証を使う方は、まあ、一日一人いるかどうかなんですね。です,ですから、トラブルも現在ゼロなんですね。まあ、いるかいないか,だから、ね。そうなんですよね。はい、まあ、まあ、もう少し増えてくると、トラブルが発生すると思うんですけど。<え>もう、これ、その都度対応するほかないんですよね。あえー、まあ、なんていうんですかね。受付がちょっと困るぐらいなんですけど。あはい、まあ、医師はあんまり困らないですよね,ね。受付の方が大変なんですね。はい、で,すねでも、こういうのって、ちゃんとね、してから導入してもらいたいですよね。 まあ本当ねこれ本当無理やり急速にやったって感じですよね。ないう感じしますよね。て、ねはいう感じしますよね。さあ、それでは今朝のテーマいきましょう、こちら、食中毒に要注意、熱で死なないウェルシュ菌予防のポイントは 先月9日、大阪府堺市の堺平成病院の職員食堂で食事をした職員ら72人が下痢や腹痛などの症状を訴えた集団食中毒、このうち18人からウエルシュ菌というものが検出されました。 木下先生、このウェルシュ菌というのはどういう菌なんですか。はい。このウェルシュ菌は、ええ、人や動物の大腸にいる。<う>まあ、常在菌。<う>まあ、いわゆる悪玉菌の代表です。はい。まあ、河川ですとか、下水、ええ、土壌など、自然界にも広く分布しています。はい。はい、あ,あ、そういう菌なんですね。はい。え、それで熱に強くて加熱しても死なないんですか。まあ、これが一番の特徴なんですね。 100度で1から6時間の加熱にも耐える熱に強いですねこれ画法って言うんですけど画法っていうのはですねこのバイキンの育つ環境が悪くなったときに耐えられるように形を変えるんですよその画法を作ってえ大鍋大釜での加熱調理の際でもなかなか死滅しませんまたこれ専門的にはですね 嫌気性菌と言いましてま、えー、酸素がないですとか<は>もしくはとても少ない状況で増えるバイ菌なんですね、えーはい、ですから加熱調理で他の細菌が死滅してかつ空気が抜けた状態の大鍋、えー、大釜の中は、えー、ウェルシ菌が増えるのに適した環境なんですねらららそしてこの作り置きで増殖した温度帯、えー、例えばですね43から45度が一番いいんですが、えー、まあ12度から50度、えー これに長く置かれますと、この食品の中で、この画法から発芽って言うんですけど。<え>画法形を変えた状態から再び増える栄養型になる。<え>そして急速にまた増えてしまうんですね。なんだかとんでもない菌です、ね。まあ、そうなんですよね。<え>やっぱりこうなんかね、生きていくためにね。頑張るんですよ。したたかではありますね。はい、これ、例えば木下先生、どのような食品に注意が必要なんでしょう。 このウェル金による食中毒の原因材料は、はい、ま様まなんですが<っ>まあ特に多いのは。 カレーやシチュー,ービフ形式の作り置きされた食材、はい、これで多く発生してますねそしてその先月は病院の職員食堂で検出されたということなんですが、はい、だって病院の職員食堂だったらさらに気をつけてるはずですよね。まあ、と思いますけどねこれ家庭でもやはり気をつけた方がいいんですかこのウェルスキン直中毒はです、ね、<ー>別名、給食病とも呼ばれるように。はい 飲食店や仕出し屋さん<ー>旅館、学校などの集団給食施設による事例が多いんでですすね、ええ、そうなんですか、まあ、カレー、シチュー、スープなどのように、ええ、食べる日の前日に大量に加熱調理されてはい 大きな器のまま室温で放置されていた例に多いです<ー>まあこれ加熱するとね、えー、食品は安心という考え方が、えー、メルチキによる食中毒の発生原因となっていると考えられます、はい、まあ家庭での発生は他に比べて少ないっていうのも特徴の一つなんですね、えー、その家庭での発生が少ないってこれどうしてなんですかねこれカレーやシチューの作り置きっていうのは家庭でも行われるんですが、えーはい まあ、大鍋や大釜で大量に作るってことはね、はい、あんまりないと思うんですよね。えー、あやっぱりじゃあ 大鍋で大量に作るってところで繁殖、うん、し,しやすいってことなんですよね,ね。だって2日目のカレーの方が美味しいなんてねまあまあそうですねよく言いますよね、えー、ただあれだななんかたんじゃいけないってんで冷蔵庫に入れたりだとか、ねうん、そうなんですしてますよねそれがだから大鍋だったらねそんなおしい冷蔵庫にちょっとねなかなかね、えーまあ、冷凍庫とかそういうのがあれば別ですけども、えー、そうそうはないですからね。まあそこで ウェルシュみたこれはあ、えー、でこのウェルシュ菌による食中毒予防のポイントってのはありますかこれ4つありましてね 1>,、はい、ま1つ目は食べるまでの時間を短くするってことなんですねはいまなるべく前日の調理は避けて加熱調理したものは食べるまでの時間をなるべく短くしましょうはい 2> 2つ目は 加熱調理後に速やかに1 0度 c 以下に冷却するか55 C 以上でで保管すするってことこなんですね、まあ、先ほど申したようにウエルシキンは画法を作って生き残りますので加熱調理後に5 0度程度にまで下がるとこの画法が発芽してまた増えるのでこれ2 0 °から5 0 °までの音域を まあ速やかにどっちかに温めるか冷やすかしてですね。まあ十度以下に冷えますとね、もう増えにくくなりますし、五十、えー、度こどし以上ですと増えにくくなりますので、はい、これに気をつけることですね、えー。私の中にもいるってことですね。それそれ大腸にいるってことなんですね。ねえー、悪玉として。そうなんですね。まあこれ三つ目なんですけど、<laughs> はい、これよく混ぜながら調理するってことなんですよ。はい。 よくかき混ぜますとねこれ空気と接触するので、えー、空気がいると死んじゃうんですよなのでこればい菌が抑えられるんですね、えー、4つ目は調理後の食材は小分けにして保存すると<ー>これ小分けにしますとねこれ、えー 例えばあの冷却するのも冷蔵庫とか入れられますし、ええ、あとの中心まで冷やすのも早くできますので、はい、これ大鍋のままっていうのはなかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。えー、となれば家庭だったらやっぱりあの冷やしておくと、冷やしておくのが一番いいですね。あとはまあ作ったらすぐいただくと、はい、ねこれが一番なんですね。そうですね。はい。今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きました。木下先生ありがとうございました。どうも失礼しました。